ペィどうも、スライム PDR さんです。昨日、1万円のベジータソフビを買ってしまったという動画を出したんですけど、見てない人はぜひ見てください。どうやら、ミーメイシーがそれに対して言いたいことがあるみたいなので、いでよ、ミーメーじゃじゃーん。こんにちは、ミーメイです。 お久しぶりでござはいお久しぶりではないでしょうね。あこの前この前出てましたね。はい、はい、はい、ということで普段すごい PDR さんの趣味にめっちゃ理解がある素晴らしい嫁でございます。でもでもベジ1万円ベジートソファミ<ー> <laughs> に対してなんか言いたいまあまず言いたいことがあるみたいですけどまず見てください。かっこよくないですかこれ。 ねかわいいかあれどうか出さいましたかこれ1万円ですからほんとにほんとに1万円したのまあそうそう入れたら1万1000ぐらい <laughs> まあ動画で言った通りはい置く場所ない無駄使い無駄使いはいちょ何ちょっと

ネンドロイドの方がコスパいいかもしれないよ。まあ確かにいろいろあっ細いし、<laughs> まあそうですね。すごいなんか細かい細かいディテールがあるし、まあいろいろ手配。これこれはなんでしょうね。なんかね、まあ何がダメなんですか。全部値段ですね。<laughs> 値段がダメですし、<laughs> 値段と大きさこれは大きいよ。全然置く場所ないのに買っちゃった。あります上上に上。<laughs> そそこに置いてます。 かそれだけではないよこのやまいこの商品の山これだけじゃないやめてくれあの動画の最後に映った商品の山まだ開封してないものがいっぱいあります<め>そしてやめてけろこのいつかゴミになるよ 生ですよほんとにもうちょっとエコのことを考えてほしいですよほんとに地球ごめんなさいなんかお金の問題だけではないですよはいそうですね全部中国で作ったやつでち中国人の子供の皆さんほんとにありがとうございますありがとうじゃないでしょう <laughs> <laughs> 今日はこの話じゃないんで、それも戻して大丈夫ですよ。動画で映ったから、<laughs> 今の話ですよ。これなんか、前は雨,雨込みの山があったんですよ。はい、で、やっとその雨込みの山が消えた消えた。 消えたけど。おの気づいたらこの商品の山があります。な開封道具は楽しいってわかりますよ。はい、本当に楽しい。しいね、なんか開けるのがすごい楽しいし、はい、まあその一瞬幸せになるでしょう。一瞬で,すね、でもそう一瞬でしょう。<laughs> その後とはただの飾り物になりますよ。遊べないし。ただ遊びますよ。<だ> <laughs> ほらほら見て見てち。ちょっとそう。うん の大変ですよ、まあ、本当になにこれマジでます、あ、これは、ここれはそこに戻しましょうねこれだけじゃないですよねなに、ネタバレネタバレ耳飯 <No. S 2> <No. S 1> <laughs> が見えなあ、いますねあパッパッか怒っちゃった <laughs> パパ買いすぎ。あもう開封道具のためはわかりますけど、これは買いすぎだよ。そうですね。買いすぎで調子に乗りましたね。どれぐらいしたの？なんか全部でいくらですかえ、うん、しわかんないですね。わかんないっていうわけない。パパフシどうですか？かっこいいよね。ベジータ。パフパフのレビューコーナー。パパのフシ。<laughs> ゴミパパが好きだパパが好きこれこれのがゴミゴミはいらないゴミはいらないパパが好きなに何あれあれこれはベジータさんはえベジータさんはダメですかベジータさんはダメですかおお興味ないらしいベジータさんは何パフポイントですか何パフポイントゼロ見てこれああそう後ろは見ないから <laughs> しまいなら後ろもちゃんと <laughs> そう一応見たんですけどまあまああのそしてソフビって言うんですけど<え>全然ソフトじゃないい。こい <laughs> <laughs> バズるアイデアはいくらしたの7000円7000円これの方がなんかいいんじゃないなんか音なるしうん音なるし <laughs> まあ動画で使ってるから バズライトイヤー <laughs> この商品を見てみましょうかねこんな感じですね顔はまあいい感じじゃないですか大きいけどでもこれを見てみましょう何これ1万円したや 1>, 1, 万1万円以上万円足すぜ。ネンドロイドの方がいいかもしれない。おう、なぁ。見えるかな見えるかなおう、なぁ。使い物になりません。ペンキがちょっとついてる青のやつ。え、どここことか。あ本当だ <laughs> うん、しょうがないかな。まあ、見えないところだから。 見えるよ <laughs> そういえばこれはちょっとなんで太ってんの太ってないちびちびじゃないこれ <laughs>、まあ、これはなしもベジータです、ね、はい、まあ、こっちの方が全然いいんじゃないですか,かちっちゃいしなんか言われてみれば太って見えるやだママ 何これ・・・ということで、ミーメシの1万円のベジータソフビに対するリアクションでした。こういう動画がもっと見たかったらぜっねまだ<え>痛いことういっぱい,やいや、まありますれる

だって、ベジータ何ラテポインツベジータ何シナマンポインツ何シナマンポインツああみなさんベジータ好きですかもし好きでしたら PDR サックス T シャツ助け買ってください <laughs> 助けて T シャツな <laughs> んだっけチュリビオ T シャツ絶賛発売中です 興味ある人は下のリンクから買ってください。飛んでってください,じゃいあ。はいはいと。下のリンクから飛んでってください。さい皆さんは怒っていますかぜひ <laughs> <laughs> コメントでお願いしください <laughs>。<laughs> この動画が面白いと思ったらぜひ高評価お願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。こうやってビデボタンクリックしてみてください。皆さんは1万円のフィギュア買ったことありますかありますよねないないか。ないか。でもなんか。うん。 <laughs> なんか「ん」になったすごい嬉しそうに開封したのにマジで、うん、いや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 すごい好きですはい、あの、前回の動画とあの、ベジータ1万円ソフビ開封動画ぜひチェックしてくださいでは